頑張ります、
めえ。どうも、こんにちは。有田圭一です。よろしくお願いします。チャンネルの登録者数も2300人を超えてきまして、本当にたくさんの方に見ていただいてありがとうございます。まあ、この前は50代の方、先輩方と、まあ、ダブルスを、まあ、対戦させてもらって、まあ、載せたんですけれども、まあ、あの先輩方は気持ちが入っているのですごく強いです。なので、まあ、僕たちもいつまでも、まあ、先輩たちにこう、まあ、教えられながら、まあ、自分たちの未熟なところをこう、まあ、感じさせられながらといいますか、頑張っていってます。なのであの練習会すごい楽しみです。毎週で今回は、まあ、同じ場所なんですけれども、まあ、30代の人に入ってもらって、まあ、練習をしてみましたが、まあ、練習も終盤に入ってきてますので、まあ、今の段階では頑張ってついていってるっていう感じです。でもまあここから、まあ、徐々に足を止められ迷わされちょっと体力削られ栄養に回されっていう風なところになっていくんですけれども、まあどういうところで体力削られてるのかなと、まあそういうところをちょっと自分なりにもまあ分析してお伝えできたらなと思います。またパート2ですね、お楽しみにしてください。では失礼します。